なんとなく分かってもらったかと思いますね。それと、今日は、これがメインじゃないんですよね。こちらの小包み。こちらを開けてみたいと思います。あ、ハサミ忘れたな、今日は。ちょっと住所見えちゃうね。ハサミ今日持ってくるの忘れたな。いいや、これで。これで開けてみたいと思います。開けれないことはないです。よし、オッケー。すごいね。コンセントのね、鉄の部分で開けるという、段ボールを。もう印象が入ってますね。よいしょ。これです。ネオジオミニですね。日本版です。この間ね、ネオジオミニの、あ、ちょっと待った。ネオジオミニの外国版買いましたけど、こちら買いましたけど、今度は日本版なんですよ。これまたね、5330円で Amazon で中古で販売されてましたんで、安いなと思って買いました。いや、まさかね、2つ買うことになると思わなかったですけど、ね。いや、でもね、2台になりましたね、ネオジョミニがね。ネオジョミニです。2台、こっちが日本版、こっちが外国版です。インターナショナル、こっちは。で、こっちが日本版の、ネオジオってことで、ネオジオミニってことで、こんな感じですね、デザインも。こんな感じ。こっちもこんな、同じですね。この、見た目の感じは。あ、ちょっと違うんか。こっちが横長で、インターナショナル。こっちが縦長になってますね。そういう、ちょっと違うんですね。そうですね。こっち横長で、こっち縦長ですね。で、ラインナップも違うんですよね、微妙に。こっち、まあ、40タイトル、40タイトルは同じですけど、微妙にラインナップも違うということで。いやね、こっち日本版はね、のいいところは、KOF がね、94から2003までね、10作品全部入ってるところがすごいと思いますね。実際ちょっと開けてみたいと思います。これはあれですね。これは、これですね。HDMI ケーブルですね。説明書が入ってまして。これが、本体ですね。いや、まあ中古にしては綺麗ですし、あれ？でも同じですね。横長ですね。横長。同じですね。
っちがインターナショナル版で、こっちが日本版で、同じですね。うん。色も同じですし。あ、そう、こっちは色は違いますね。このレバーのところが色が違いますね。はい、あとは、同じです。うん。こう、まあ、この、ちょっと色が、あ、こ、形がちょっと違いますね、ここの。ここの形が。はい。微妙にちょっと違う感じですね。形もちょっと違う。はい。ここの形が違いますね。ここね。ここなんかこう、立体的になってますけど、こっちはこういう、ちょっとこんな感じです。はい、シールが貼ってあります。これは僕は、まあ僕は自分で貼ったんですけど、こっちはね、貼ってないからまた自分でシール貼らなきゃいけないんでしょうけど、シールついてないんですよね。おそらく中古だからシールをついてないのかもしれませんね。うん。シールないですね。シールついてないですね。はい。で、僕もこのネオジオミニ専用のコントローラーも持ってますので、これもね、使えますからね。あ、あったあった。シールありました。はい。シール入ってました。これ自分で貼るんですよね。あの、上のところに。あ、これ、シールがあるってことは、ほぼ新品に近い状態ってことかな。うん、これ、選べるんですよ。どっち貼るかね。好きなものね。あ、これも、これもついてるんですね。これ、外国版の方のはこのシールなかったですけどね。日本版はこのシールあるんですね。まあ、これは KOF のね、外国版シールにしましたけどね。こっちも KOF のシールにしようかなと思いますけど。まあ、こっちでもいいんですけどね。これ裏に貼ったんやったかな、僕。こっち裏にも貼ってあるんですよね。はい。裏にこっち貼ったんですよね。外国版の方がね。はい、そんな感じで、自分でまあシール貼って、ね、こうやってできるわけですよ。こんな感じでね、はい。貼れば、はい。いいわけですよね。はい。綺麗に貼れました、はい。で、こっち裏側もこうね、貼れるわけですよ、ここね。ここに、外国版ここに貼りましたから。はい。そのまま同じように貼ります。はい。こんな感じで、はい。97で、こっち98とかね。はい。ラインナップになってますね。横にこれ僕こうやって明星のこれ貼ったんですけどもね。はい。同じように貼りましょうかね。はい。これこっちにこれ貼ってみましょう。はい。はい。僕シール貼るの好きなんだよね、結構。ここに貼ってみましょう。で、コントローラーにのこれところにこれね、シール貼るのって、これは外国版はね、このシールついてなかったんですけどもね、どう貼るのかな、これ。コントローラーに貼るってことを買ったやつを、ね、買ったやつに。でもなんか貼れる感じしないですしね。これなんかいらない気するけどな。別に貼らなくてもね。うん。ネオジョミニね。はい。二つ買っちゃいました。どっちも5000円ぐらいで買えましたね。はい。安いですね。はい、ただ、これね、買った理由の一つとしては、こういう感じで、ゲームをね、こうやって密着させて撮ることもできるっていう意味で、便利だなと思って買ったんですよね。テレビに繋がなくてもね。こういう感じでもいいわけですよ。こうやってね、こうやってこう密着させて実況プレイ撮ろうと思えば撮れるし、うん。で、テレビに繋いでもいいわけですし、どっちでもね、できるわけですから、そう考えればね、便利だなと思いましてね、はい。じゃあちょっとね、繋いでみましょうかね、はい。
はい、これここに繋いで、これこっちやったっけ？どっちやったっけこれ。後ろか。これをね、後ろに繋ぐね。で、コントローラーもあるんで、コントローラーで操作できるわけですからね。はい、これ横が確かね、コントローラー用のとこだったと思います。はい、あ、そうか。マイクロ HDMI 持ってこないかんのか。そういうことか。そうか。マイクロ HDMI が必要なんですね。あ、じゃあもういっか、このままでつけてやってみるか。これ充電できるの、あれかな。あ、つきました。はい。これでやってみましょうか。これで撮って。はい。はい。これでね、画面つく。こうやってね、撮影しようもたらできるわけですよ。うん、これでね、はい。こういう感じで、はい。うん、ちょっと、あれかな。ちょっと待ってください。難しいな、これね、ここ、はい、ちょっとあれか、高さを調節するのが難しいんですよ、これね、撮るとき、はい、これでいいかな、これでいいですね。はい、ちょっとね、マイクロ HDMI 持ってくるのがちょっとさすがに面倒なんで、ちょっとこういう感じで今日撮りたいと思います。これね、メニュー画面音楽ないみたいなんで。あれ？ちょっと待って。あれ？コントローラー動かないね。なんで？あれ？これもしかして逆か？コントローラーつけるとき。こっちにつけないといけない。逆かな？あ、動きました。あ、そうか。痛恨だと動かないんですね。はい。じゃあちょっとラインナップね、見ていきたいと思います。はい。ザ・キング・オブ・ファイターズ94ですね。はい。ザ・キング・オブ・ファイターズ95。また次回もしね、このネオジオミニね、撮影するとしたら、次回はテレビ画面につないでぜひやりたいと思います。今日はちょっとこんな感じになりますけども。まあこんな感じでね、撮影するのも悪くないですからね。はい。ザ・キング・オブ・ファイターズ96。ザ・キング・オブ・ファイターズ97。ザ・キング・オブ・ファイターズ98。ザ・キング・オブ・ファイターズ99。ザ・キング・オブ・ファイターズ2000。ザ・キング・オブ・ファイターズ2001。ザ・キング・オブ・ファイターズ2002。ザ・キング・オブ・ファイターズ2003ってことで、10タイトル KOF シリーズ全部入ってるっていうのがすごいとこですね。インターナショナルの外国版の方はね、全部入ってないんですよね。インターナショナル版は、KOF95 と97と98と2000と2002しか入ってないんですよね。だから、5タイトル ?1、2、3、5タイトルしか入ってないんですね。はい。で、サムライスピリッツ、新サムライスピリッツですね。ハオマル地獄編と、サムライスピリッツ天草降臨。で、サムライスピリッツゼロスペシャルが入ってるということで。で、インターナショナル版の方は、サムスピは、新サムスピと、同じか。同じですね。3タイトルですね。はい。これは同じでした。で、画廊伝説スペシャル入ってますね。インターナショナル版も入ってますね。はい。
エリアルバルト・ガロー伝説、ガロー伝説、エリアルバルト・ガロー伝説2ですね。と、ガロー・マーク・オブ・ザ・ウルブスが入っています。4タイトルですね。こっちインターナショナル版の方は、3タイトルですね。ガロースペイと、リアルバート・ガロー伝説と、マーク・オブ・ザ・ウルゴスの3タイトルですね。インターナショナル版はね。こっちは4タイトルですね。はい。で、ワールド・ヒーローズ・パーフェクト。これも入ってますね。インターナショナル版の方も。で、フーン・スーパー・タッグ・バトルも、インターナショナル版の方は、入ってますね。うん、入ってます。で、リュウコの剣ですね。これもインターナショナル版の方も入ってます。で、月下の剣士、幕末ロマン月下の剣士、幕末ロマン第2幕月下の剣士ですね。こっちのインターナショナル版の方は、この第2幕の方が入ってますね。1タイトルね。んで、忍者マスターズ、覇王忍法帳。これはインターナショナル版の方も入ってますね。で、痛快ガンガン行進曲ですね。これはインターナショナル版は入ってないですね。はい。そうですね。で、ザ・キング・オブ、キング・オブ・モンスターズ2ですね。インターナショナル版の方も入ってますけど、インターナショナル版は1と2が入ってます、これね。サイバーリップ。サイバーリップですね。サイバーリップは入ってないですね。インターナショナル版の方はね、入ってないですかね。そうですね。はい。で、ショックトゥルーパーズセカンドスカット、はい。ショックトゥルーパーズはインターナショナル版の方は1と2が入ってますね。はい。こっちは1タイトルしか入ってないですけど。で、トップハンターですね。インターナショナル版の方はトップハンターは入ってないですね。で、忍者コマンド入ってますね。はい。インターナショナル版の方は忍者コマンドは入ってないですね。バーニングファイト入ってますね。バーニングファイトはインターナショナル版の方は入ってないですね。はい。で、メタルスラック。メタルスラック2、メタルスラック3、3まで入ってるんですね。インターナショナル版の方は、メタルスラックは1、2、3、X と4と5まで入ってますね。で、戦国伝承2001。これインターナショナル版の方も入ってます。ASO2 ですね。シューティング。こっちはインターナショナル版は入ってないですね。ティンクルスタースプライツ。こっちもインターナショナル版は入ってないです。で、ブレジングスター。これもインターナショナル版も入ってます。で、トッププレイヤーズゴルフも入ってますね。インターナショナル版もね。得点王。得点王1ですね。得点王はインターナショナル版は入ってないですね。はい。ジョイジョイキットね。これインターナショナル版も入ってますね。ということで、以上のラインナップですね。はい。はい、こんな感じです。40タイトルですもんね。これクリスマスの方も出てんですけど、ネオジオミニクリスマスっていうのが、あっちは48タイトル入ってましてね。はい。でも、この日本版と外国版のインターナショナル版両方持ってれば、クリスマスバージョン買わなくていい感じですね。クリスマスバージョンの方は、入ってないタイトルが5タイトルしかないんですよね。だから、日本版と外国版持ってれば、クリスマス版に入ってないのは クリスマス版にしか入ってないタイトルが5タイトルだけなんで、はい。ガロー伝説1と2と3と、あと2タイトルなんか、クリスマスバージョンだけに入ってるやつがあるんですけど、あと忍者コマンドと、あと何やったっけ、コマンドじゃない、忍者コンバットと、あと、何やったかな、ちょっと忘れましたけどね、5タイトルのみ、日本版とインターナショナル版に被らないタイトルがあるっていうことで、その違いなんでね、そこまでしか買うことないですよね。クリスマス版は高いんで、はい。
だからこの日本版とかインターナショナル版あれば十分な気がしますね。まあ中華ゲーム機でもネオジョのタイトルはね、遊べますからね。レトロクエストとか、パンドラとかね、ラズパイとかレトロパイとかでね、十分だと思います。はい。まあ、そんな感じですね。いやーすごいですね。またこれ、まだネオジョミニもまた気が向いたら実況プレイね、時間取ってやろうかなと思っております。はい。あ、しまった。はい。よいしょ。じゃあ今日はね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。